皆さん、こんにちは。レック講師の鎌武史と申します。よろしくお願いします。今回はですね、消費生活アドバイザー一次試験、スピード合格講座担当ということで、経済分野の講義を行ってまいります。今回は2020年度、昨年のですね、試験の解説を行います。お手元にですね、こちら、担当過去問集とですね、過去問の解説集、それとテキストですね、公式テキストの3番、こちらをですね、ご用意いただければと思います。今回はですね、各設問に A、B、C というですね、3段階でランク付けを行っていきます。A ランクがですね、基本的な問題ということで、大体9割ぐらいのですね、正答が求められるような問題。B ランクが応用ということで、ややチャレンジングな問題ですね。少し切り口がひねってあったりとかですね、考えさせるような問題ということで、まあ、これは6割ぐらいの正答を目指したいということですね。で、C ランクが難問ですね。これはですね、まあ、重箱の隅的な問題で、まあ、正答できなくてもですね、そんなに心配しなくてもいいというような問題になっていきます。参考までにですね、メモをしていただければと思います。まあ、この3つのランクはですね、まあ、あくまで私の独自のランク付けになりますので、まあ、他の方、他の参考書とのですね、まあ、整合性は必ずしも取れてないかもしれませんけれども、そのあたりはご了承いただければと思います。試験にあたってのですね、取り組み方ですけれども、まあ、A ランクの問題はですね、もう本当に時間かけずにパッと解けるぐらい仕上げておきたいというところになります。B ランクはですね、まあ、じっくり考えるといったところですね。まあ、切り口がひねってあったり、あとは計算問題みたいなのもありますので、少し時間をですね、取っておきたいような問題になります。C ランクはですね、まあ、考えても、よくわからないといったようなケースも非常に多いので、こういう問題が出た場合はですね、まあ、時間をかけずに、まあ、白紙はダメですよ。きちんと何か答える必要はありますけれども、まあ、半分、運を天に任すようなですね、ところで、まあ、時間をかけずにですね、パッと解いた上で、B ランクの問題にですね、しっかりと時間を費やすと、こういったことが、求められると、言った形になっていきます。この、まあ、ランクをですね、まあ、意識した上で、解説をしていきたいと思います。早速ですけれども、過去問集の20ページになりますね。2020年度の第20問から解説を行っていきます。第20問はですね、プロダクトポートフォリオマネジメントモデルといったところの説明になります。こちらはですね、ランクとしては A ランク。A ランクもさらにですね、超基本的な問題なので、まあ、A プラスくらいをつけておきたいような問題になっています。しっかりと理解をしておいてください。まず1番目がですね、PPM はマイケル・ポーターが提唱した理論の一つだと、なってますけれども、まあ、こちらはですね、ボストンコンサルティンググループと、言ったところになりますので、×という形になっていきます。まあ、マイケル・ポーターはですね、まあ、ファイブフォースモデルとか、バリューチェーンとかですね、まあ、いろんな理論を出している方なので、間違いやすいところかと思いますけれども、お気をつけください。2番目はですね、PPM の主要な2つの指標ということになります。これはまあ、丸ですけれども、まあ、市場成長性と、あと相対的マーケットシェアというこの2軸がですね、この分析に使われますので、よく理解をしておいてください。3問目、PPM による分析ですけれども、経営資源の長期的な蓄積を重視するものだというふうに書いてありますが、これは×になりますね。これはですね、PPM は経営資源の配分を最適にすると、こういった形でですね、蓄積を目的にはしていませんので、×という形になります。
4番目、金のなる木の SBU に対してはということで、他のセルの SBU よりも相対的に多くの資源を投入し続けるべきとなっていますが、これは誤りですね。×ですね。相対的に多くの資源を投入し続けるべきなのは、花形と、あと問題児と、言ったところになりまして、その投入資源を生み出すのが金のなる木と、いう位置づけになりますので、ここは非常に重要です。しっかりと理解をしておいてください。5番目、負け犬ですね。こちらの売却益を問題児に投下するということは避けるべきですよとなってますが、これも誤りですね。×ですね。負け犬はですね、必要に応じて撤退、売却といったことを考えるべきところですけれども、それをですね、問題児、あるいは花形といったところに、どんどん投下していって、次なるですね、稼ぎ頭を作っていきましょうという考え方になりますので、こちらは、誤りの罰という形になっていきます。はい、続いて第21問ですね。経営分析といったところになります。こちらのランクは B ですね。少し応用が入ってますので、B ランクとしています。まず1番目。キャッシュフローはということで、計算方法が書いてありますけど、これ誤りで×となります。キャッシュフローはですね、キャッシュのイン、お金の入る方法ですね。そこからですね、キャッシュのアウト、お金が出ていくといったところを差し引いた収支のことですので、そういった意味で×ですね。2番目、ROE ですけれども、こちらは書いてある通りですので、丸になります。3番目、SWOT 分析ですけれども、新たな技術が頻繁に登場するような、書いてありますけれども、ここが誤りですので、バツですね。SWOT 分析はですね、あくまで現状の把握といったところに、適しているような分析でして、事業環境はですね、大きく動いているような状況を、リアルタイムで分析するような手法ではありませんので、そういった意味で誤りの×という形になります。4番目、NPV ですね。正味現在価値といったところの計算方法が書いてありますけれど、こちらは誤りで×になります。多角化企業における各 SBU の現在価値の総和はですね、NPV ではなくて PV、単なる現在価値というような形になりますので、これ誤りですね。5問目、5番目ですね。すべての費用を固定費と変動費に分類できるとした場合ということで、損益分岐点の売上高ですね。こちら、把記載の通りになります。損益分岐点のですね、求め方、よく問われてきますので、テキスト176ページ、ご覧いただきながらですね、復習をしておいてください。それではですね、続きまして第22問になっていきます。こちら企業形態についての設問になっていきます。これ非常にオーソドックス、基本的な問題ですので、A ランクとしています。この株式会社、合名会社、合資会社、合同会社というところですけれども、それぞれがですね、どういう目的の会社であって、どういう位置づけになっているのかという話、あと、その責任の問われ方、といったところについてですね、それぞれの違いをしっかりと理解するようにしてください。まず1番目、株式会社の仕組みはといったところですけど、これはもう書いた通りですね。支配権と所有権の分散、分離というようなところが、株式会社の、もともとの狙いというところになりますので、これは丸ですね。続いて2番目、株式会社の経営者はということで、自社の株式を保有していなければならないとありますけど、そんな規定はありませんので、これは×ですね。3番目、合名会社はということで、出資しやすいということなんですけど、これは×になりますね。株式会社はですね、有限責任ですが、合名会社はですね、無限責任。発生したですね、責任はすべて負わなければいけないという形なので、責任の範囲の観、あの視点から見ればとなるとですね、
これは株式会社の方が出資しやすくなってくるとなりますので、これ誤りの×ですね。続いて4番目、合資会社の出資者の一部はということですけれども、こちらが記載の通りですので、丸ですね。で、5番目、合同会社ですね。これは相互に信頼できる少数の人々が合議制に基づいて、意思決定を行うとなってますけれども、これは×です。合同会社はですね、内部関係をですね、契約とか定款で、関係当事者間で自由に決められるという会社になってますので、そういった意味で誤りのバスという形になっていきます。続いて23問目。ですね。こちら、企業活動に関する法律ですね。こんなところになってます。ランクとしては B ランク、やや、切り口が変わっているというかですね、応用的な問題になってますので、B ランクとしています。まず、A のところですね。これは、3番目の民事再生法が入ります。2000年に、企業の経営破綻収入の迅速化と効率化を目的として施行された法律ですよ、といったところになります。続いて E ですね。こちら、3番目。企業再建ですね、に関しての、現経営陣の参画を認めていますというところになってます。続いて、運ですけれど、これ再建手続きの開始を破産原因となる状態にですね、至る前から認めているといったところで1番の形になります。続いて、A ですけれども、産業競争力強化法に関してですね、この日本経済の成長を妨げる3つの歪みとは何ですかといったところですけど、過小投資、過剰規制となって、A はですね、1番の過当競争という形になっていきます。で、O ですけれども、O は3番目の先端設備投資となりますね。産業の新陳代謝の施策ということで、具体的にはということで、ベンチャー投資の促進、事業再編の促進と、先端設備投資の促進という形になっていきます。はい。続いて第24問ですね。これはインターネット、スマートフォンの普及に伴った、ネットショッピングの、に関する新しい用語の知識を問われた設問になります。用語としてはですね、オーソドックスですので、ランクとしては A ランクをつけています。このあたり、最新のですね、用語というのところもですね、関心を高めておいていただければと思います。こちら1から5までの、成果を問われていますけれども、誤ってるのは4番だけ、クリック&モルタルといったところになりますね。こちら、英語をですね、から推測していくというような解法もあろうかとは思います。クリックは、ネットにおけるですね、マウスのクリックですね。モルタルっていうのは、店舗などの建築部材ですけれど、ネットと実店舗といったところですね。クリック&モルタルで、ということなので、設問ではですね、ネット店舗のみを指しているような記載ですけれども、正解としては、ネット店舗と実店舗を組み合わせてある販売形態だということになりますので、そういった意味でこれは誤りですね。その他の4つに関してはですね、正解ということになりますので、この設問のですね、文をしっかりと理解いただくと、この次にですね、例えば、ウェブルーミングのところが穴埋めの形になっていて、ここを答えさせるような問題が出てもですね、対応ができるかなと思いますので、設問ごとしっかり理解をしておいてください。続いて、第25問ですね。事業戦略、といったところになってきますけれども、これは非常に重要です。A ランクの上ですね。A プラスぐらいつけたいぐらいの問題となっています。まず1番目、競争地位別戦略ですけれども、リーダー、チャレンジャー、フォロワー、ニッチャー、コンペティターの5タイプがありますけれども、コンペティターが余計ですね。4タイプになりますので、誤りの×になります。2番目、計画的陳腐化の戦略ということで、これはこの通り、
ですので、で、これは丸ですね。続いて3番目、コストリーダーシップ戦略ですけれども、コストリーダーシップ戦略とは、と書かれたこの次の文からはですね、これはカルテルの説明になっていますので、これは×になります。4番目ですね、市場細分化の戦略ということですけれども、まあ、こちらこの通りですので、正解の丸になります。5番目、製品差別化戦略ですね。まあ、複数存在する自社製品間のカニバリゼーションを避けるためにとありますけれども、まあ、こちらはですね、自社製品間というよりは、まあ、競合他社の製品との差別化を図るというのが製品差別化戦略になりますので、そういった意味でですね、これは誤りということで×がつきます。まあ、こちら挙げられている戦略はですね、まあ、どれも重要な戦略になります。まあ、今回の設問はですね、本当にその触りの部分が記載されてありますけれども、もう少しですね、まあ、深いところまでこれらの戦略を理解するようにしてください。切り口変えてですね、非常に多い頻度で、向上する戦略の種類になってきますので、十分にですね、理解を進めておくようにしてください。